はい、皆さんこんにちは、上野形です。はい、今回はですね、フリクションライトにおしゃれな新色登場。はい、まあね、フリクションはね、皆さんご存知かなと思うんですけど、はい、パイロットのね、あのこすって消せるあのペンになります。まあそれのね、あの蛍光ペン、はい、ラインマーカーのバージョンがありまして、それがフリクションライトと呼ばれているシリーズです。はい、この度ですね、それのね、あの軸がね、あの結構ちょっとデザインがね、あの変わりまして、さらにですね、あの新色が6色ちょっと追加になったんで、それについて紹介したいなと思います。最後にいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということでスタートします。はい、じゃあね、あの発売になったやつ出します。こちらになります。じゃーん、はい、こちらになるんですよね。はい、フリクションライトの、はい、このね、ナチュラルカラーっていうバージョンになります。はい、じゃあね、あの歴代のやつもね、ちょっと出しますね。はい、あのこれらになります。はい、じゃーん、はい、あのこちらがね、これ初代のやつですね。はい、そんで次に出てきたやつがこれですね。はい、あのこれは、ソフトカラーのやつなんですよね。はい、優しい色のソフトカラーって書いてあるようなやつ。はい、まあこういう風なね、歴史が初め2代目3代目みたいな形になって、はい、これが2020年に出てきた形になります。はい、まあ登場年を整理しますと、はい、初代のやつが2008年の10月10日で、その次のやつが、2013年の9月の13日はい、でこれがまあ2020年の2月4日っていう形になります。はい、まあ実にね、まああの計算すると11.5年か、まあ12年ぐらいですね、約、はい、あの立ってるみたいな形のペンになります。はい、でですね、まあそれぞれのね、あのカラーはね、どんな形あったかっていうのはね、ちょっとというのをちょっと見ていきたいなと思います。はい、こちらになります。じゃーん、はい、まあ動画撮る前にね、事前にこうやってまとめたんですけど、はい、まあこの並び順にね、はい、あの書いてる形になります。はい、まあ初代のやつがね、はい、こういう形になります。ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、バイオレット、はい、紫、パープルじゃなくてバイオレットっていうんですよね。はい、まあこれがね、これ初代のやつですね。はい、でまあこのね、次のやつ、はい、これが頭にね、全部ね、ソフトっていうね、あのセット語がつきます。はい、ソフトピンク、ソフトオレンジ、ソフトイエロー、ソフトグリーン、ソフトブルー、ソフトバイオレットっていう形なんですよね。はい、はい、これがまあ、ね、2013年の9月13日なんで、まあ、約5年ぐらい経って出てきた6色。はい、で、まあ、今回のね、新しいやつがこれなんですよね。はい、全部ね、あの頭にね、これナチュラルカラーつけるかどうかちょっとね、あのあれなんですけど、はい、まあ、ナチュラルカラーレッド、ナチュラルカラーコーラルピンク、ナチュラルカラーペールオレンジ、ナチュラルカラーライトグリーン、ナチュラルカラースカイブルー、ナチュラルカラーグレーみたいな形でね、はい、こういう風な形で出たような形になります。はい、ちょっと特徴としてはですね、はい、ちょっとここね、あの隙間とか開けてるんですけど、はい、レッドがね、はい、追加になったような形ですね。はい、でね、イエローがね、はい、なんとですね、結構蛍光ペンとかでね、はい、イエロー言ったら定番や思うんですけど、なんとね、今回このラインナップからね、あのないんですよね。はい、これちょっと衝撃ですよね。はい、でライトグリーンみたいな形でちょっと黄緑がかった色合いになった形になります。はい、でね、色合いもね、これ結構ブルー、ソフトブルー、ナチュラルカラースカイブルーって書いてあるんですけど、あんまり色合い的には非常に変わってるかやると、そういう形はしないですね。はい、まあちょっとね、そういう風な特徴があります。あとね、これグレーが追加になったんですよね。はい、これもね、ちょっと最近っぽい形ですよね。あとバイオレットもなくなってる形ですね。はい、という風なね、形なんですよね。まあでもなくなってると言うてもね、あのメーカーもこれ全部で、まあ666でね、全18色みたいな形で言ってるんで、もう補うことができたかなみたいな感じで、あのおられるのかもしれないです。はい、という風なね、形ですね。でこのコーラルピンクっていう、これね、コーラルっていう風なね、このセット語、これね、あれなんですよね、流行語というか、まあ流行色ですね。はい、そこのところでね、コーラルカラーっていうね、サンゴ礁的なとか、なんかそういう風なところの、まあ、セット語らで使われた単語が使われてます。
でね、これペールとかライトとかいうのも、これあのソフトとかね、なんかこういう風なあの色のトーンとかでね、あのよく表される単語になります。はい、まあ結構ね、興味のある方とかは色彩検定とかね、なんかその辺とかでそういうのが出てきたりもしたりするんで、あのチェックしていただいたらなと思います。なんか表色系とかね、なんかそういう風なところに関わってくる話になります。はい、でね、このね、グレーがあるのがね、はい、これがね、またあの別のところでね、あの考察動画みたいなのを上げたいなと思うんですけど、はい、これらになります。じゃん、はい、これ、他社さんのね、あのやつなんですけど、はい、そうなんですよね、ゼブラさんのね、このマイルドカラーとかね、このね、あのプロパス、はい、あの、三菱鉛筆さんのね、やつなんですけど、これもね、こういう風な形でね、グレーが出てきてるんですよね。はい、まあ、こんな感じでね、どん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 ね、サイドが下がってきたり、明度が下がってきてね、はい、こんな感じでね、あの、時代が経つにつれて、なんか淡い色合いのやつが結構増えてきてるんですよね。はい、という風なね、ちょっとね、興味深いですよね。で、さらにね、これパッケージの方も見てみると、はい、これ、こすると消える蛍光ペン、蛍光ペンって、ここまでは蛍光ペンなんですけど、ここからね、蛍光ペンっていうね、表記がなんとね、あのなくなる形になるんですよね。はい、まあ、イエーイみたいな形がちょっとわかんないんですけど、ちょっとね、あのこの辺も興味深いところですよね。はい、じゃあね、ちょっとね、それぞれのね、あのデザインについて見ていきます。はい、まあちょっとね、あのまあ尺の都合あんまり全部紹介してもしゃないんで、このピンクだけちょっとね、ピックアップしていきましょうか。これ、はい、よいしょっと、しまった、これさっき順番通りって言ったけど、これあのこっちとこっちがこれ逆でしたね、ごめんなさいね、あのここのところ、はい、あの逆でした、はい、申し訳ないです。はい、よいしょっと、はい、じゃあね、あのまあこれそれぞれ取り出してみた形になります。はい、これがですね、あのピンクシリーズをこうやってね、あの取り出した形なんですけど、はい、どうですかね、これがね初代になりまして、これがその次に出てきたね、あの、ソフトカラーバージョンのやつですね。で、これがね、今回出てきたナチュラルカラーのやつなんですけど、はい、どれが皆さんデザイン的に好みですかね。はい、自分はね、これ一番ね、あの下のやつが好きになります。まあ、ちょっとね、これグラデーションがね、かかって綺麗ですし、なんかね、これ刻印がね、これなんか金色みたいな形になってるんですよね。はい、後ろはね、ちょっとこれバーって書いたのが黒みたいな形なんですけど、はい、刻印がね、結構こうやっておしゃれになりまして、結構ね、これあの筆箱の中でもね、あの映える一品なんじゃないかなって思います。はい、で、これね、後ろね、あの書いてあるんですけど、はい、よいしょっと、わかるかな、ここのところなんですけど、はい、これね、100円って書いてあるんですよね。あ、100って書いてあるんですけど、はい、これ実はね、あの1本の値段ね、全部あの100円になります。はい、なんでね、さっきもね、出したやつも全部100円なんで、はい、あの計18色 なんで、まあ、全部ね、揃えようと思ったら、まあ、1800円で、はい、あの買える形、あ、1800円プラス税いう形ですね、で買える形になります。はい、じゃあね、あのこれちょっとね、もう一個ね、あの紙用意したんですけど、まあ、最後にね、この実際特性といいますかね、あのこれそれぞれにね、書いてみたやつにどうなるかみたいなのを見ていこうかなと思います。はい、上からね、フリクションで書いたのと、その次が油性ボールペンで、水性ボールペン、油性マーカー、シャープペンシルという形で、まあ、あの書いた形になります。じゃあね、あのこれを、まあ、せっかくなんで、まあ、こっちですね、新しいやつでちょっと書いてみますね。はい、上からちょっと引いてみます、線を。はい、はい、まあ、こういう風な形でね、まあ、それぞれの、ね、ペン、あの上からこういう風にちゃんと綺麗に引くことができます。ちょっとね、シャープペンシルとかね、水性ボールペンとか、ちょっとね、今からこうやってこすってね、あの消せるかみたいなのを見ていこうかなと思うんですけど、この後ろのね、ラバー部分がどんどんちょっと汚れていく原因とかにもね、あのなったりもするんで、ちょっとあんまりね、まあ、やりたくないなみたいなとこあったりするんですけど、ちょっとね、あの消していきたいなと思います。はい、こういう風にね、こすっていくと、フリクションって消せるんですよね。はい、まあ、このね、特性がですね、まあ、60度以上になると、まあ、無色になっていくという特徴を持ちます。また、マイナス10度になると、まあ、消えていくみたいな、そういう風な、不思議な特性があるんですよね。
なんであのマジックとかであのなんかドライヤーでガーってやるとか、あとはあの冷蔵庫に入れるとかね、なんかそういう風な人は消えるよみたいなね、そういう風な別の消し方みたいなのもあって面白いかなと思います。ただまあ消える分ね、ちょっと宛名書きとかね、あのまあ重要な書類とかですね、まあ、あとは感熱紙とかなんかその辺にね書くときは注意が必要だったりします。はい、という形でね、こういう風にじゃあ消していきますね。こういう風にはい、という風なね形でね、全部それぞれ消すことができるんですけど、ちょっとね、はい、あのまあ気になるところはこの水性のね、あのボールペンとかちょっとこういう風にね、あのにじむと言いますか、なんかビヨってなっちゃうかなっていうところがあったりします。またね、ちょっとこのシャーペンもね、ちょっとあの微妙やったりしますね。これなんかちょっとね、あのブジョってなったり、ちょっとね一部欠けてるようなところが見るんですけど、多分そうやってねこっち側に付着しちゃったんかなみたいな感じがします。はい、まあ、こういう風な感じのね汚れがねついちゃうと、また別のやつこすった時にねまた汚れちゃうようなことになるんで、はい、まあねこれをね使う時はちょっとね、はい、まああの特性を気にした方がいいんじゃないかなって思ったりもします。ただねどれにおいてもね結構こういう風に綺麗にあの消すことができるっていうのは非常に素晴らしいとこかなと思います。はい、という風な形でね全部でねあのまた戻すんですけど、はい、コイラですね。はい、まあ18色ね、はい、あの出た形になります。はい、まあこのねあの特にねこの新しく出たナチュラルカラーのやつ、非常にねデザインもおしゃれな形になってるんで、まあ結構筆箱作りのねなんか一品みたいな形で刺すのもいいんじゃないかなって思います。はい、ということでね、まあぜひ気になったらお店のところで、まあ結構もう売られてるかなと思うんで見ていただいたらいいなと思います。はい、ということで、まあこの動画が良かったという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。でね、他にもいろいろ動画紹介してるんで見ていただけると嬉しいです。ということでありがとうございました。バイバーイ。